国のプロレスファンの皆さん、こんばんは。80年新春ジャイアントシリーズの東北サーキット、今週は東北の玄関口であります仙台から20分ほどの宮城県の出水市体育館にやってまいりまして、これよりリング上はロッキー畑タイガー戸口組対ブルーザーブロディアンジェロムスカ組の対決を迎えておりますが、今これより入場セレモニーが行われるところなんですけれども、早くもこのブルーザーブロディが鎖を持ちまして、大いに暴れながらリング上に登場してきたところであります。これより両チームの紹介が行われるものと思われます。今週の解説はゴング編集長の竹内康介さんにお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、早くもリング上大荒れになりそうですね。やはりダブルコングのパワーはですね、はい、大間の毛から爆発しそうですね。そうですね。さあ、これから両チームの紹介が行われようとしておりますけれども、ちょっと原郡司アナウンサーがタイミングを取っています。まずダブルキングコングチームはアンジェロ・モスカが紹介されました。そして WWA 認定のヘビー級選手権保持者ブルーザー・ブロディです。日本チームはニューパワーコンビ、まずロッキー・ハタ、そしてタイガー・トゥーチが紹介されました。この80年は期するものがあります。タイガー・トゥーチです。さあ、アンジェロ・モスカとの一騎打ち、打ち合いになりました。平手打ちの打ち合いになりました。パワーでは手を取りません。野生の虎タイガー・トゥーチ、背中からブロディが来た。背中からブロディが参りました。今度は反対にこのキングコングチームが2人で攻撃ですからね、これを反対のポンポンにしなきゃいけませんね。そうですね、流れを完全に変えなきゃいけないですね、はい、そうですね。さあ、タイガー戸口が威勢よくドロップキックを見舞いました。そして正面から挑みかかります、タイガー戸口であります。なんと言いましてもこのダブルキングコングチーム、この80年の第1回の放送でもご覧いただきましたように、インターナショナルタッグ選手権チームに挑戦をいたしました。勝負にはまあ引き分けにもつれ込んでタイトルを取れなかったんですけれども、竹内さんの解説によりますと、まあ勝っている優勢だった方はこのブルーザーブロディとアンジェラモスカチームの方だというふうに断言しましたかね。まあ、もしですね、プロレスのルールで判定勝ちというものがあればですね、はい、これは文句なくブロディモスカ組の勝ちですね。本当ですね。さあ、ドロップキック失敗、タイミングを逸しました。相手の動きをよく見ておりました、このブルーザーブロディであります。何しろここまでこの注目の男ブルーザーブロディは日本選手から一度もフォールを取られておりません。今度はニードロップを見舞いました、ブルーザーブロディ。一つ今夜のこの若手のニューパワーコンビ、若い二人に鮮やかなフォールを期待したいところでありますが、そのブルーザーブロディから今度はアンジェロ・モスカに捉えられました。タッチが行われました。できたらそのインタータグ選手権も今一度思い起こしていただきたいんですが、もう一度再戦ということも考えてもらいたいですかね。そういうことですね、これだけのチームですからね、はい、一度の挑戦だけではもったいないですね。そうですね、アンジェロモスコであります。そしてロッキー・ハタが飛んでまいります。ドロップキック、これはいい攻撃だ。いわゆる立体殺法は効きます。体の大きい相手に厚い胸板に立体殺法、ドロップキックを2連発放ちました、ロッキー・ハタであります。しかしブルーザーブロディがのしのしと場外を回りまして、ロッキー・ハタを場外に連れ戻そうというところ、ここでタイガー・トウチたまらず助っ人に行きました。さあタイガー・トウチとブルーザーブロディ2人が場外での一騎打ち、タイガー・トウチが青い鉄柱に持っていかれました。そしてロッキー・ハタが私どもの放送席にものすごい勢いで飛んでまいりますが、ブルーザーブロディがチェーンをまた持ってきた。ブルーザーブロディはチェーンを持っています。反対側のコーナーです。リン放送席の目前ではアンジェロ・モスカとロッキー・ハタ、そしておっとチャラ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 と音がいたします。チェーンを今度は右手にぐるぐる巻きつけましたね。さあ、危険なシーンを迎えました。タイガー・トウチにチェーンで思い切って額に、タイが割れました。ぱっくりと額が割れました。そしてチェーンで喉元へぐるぐる巻き、大変な試合になりました。大流血戦になるでありましょう。もうすでにタイガー・トウチの額はぱっくりと割れています。完全なあのチェーンをまともに食らいましたね。もうチェーンでそのパンチ攻撃ですね、そうですね。そして思い切って20、30、40にタイガー・トウチの喉元にその太いチェーンを巻きつけます。大変な一戦を迎えました。ニューパワーコンビ力では劣りますので、2対1の攻撃で何しろこのブルーザーブロディから1本ニューボールを奪ってやるんだと意気込んでおりましたけれども、どうしても相手のペースに巻き込まれてしまいます。今チェーンは離れました。そしてブルーザーブロディが私どもの放送席をガーンと睨みつけて、今度はリングサイドのお客様の中に突進。
リングサイドのお客様の中に入っていきまして、椅子の上に体を放り出されました。ロッキー旗目がけまして、大きなシューズで踏みつけました。そして今度は反対側、ブルーザーコーディの動きをカメラを追っています。もう怖がってずっと後ろの方に逃げ回ります。仙台のお客様でありますが、今度はロッキー旗のところにブルーザーブロディがやってきた。目標を変えました。タイガーとうちに目標を定めておりますが、今度は噛みつき噛みつき噛みつき、チェーンの後は噛みつき、タイガーとうち流血。今度は大きな拳打ち、完全に反則です。チタイムが来まして、パックリ左右に沸きました。チタイムが来まして、ブルーザーブロディが思い切ってパンチ攻撃を合わせますが、リングの中に今度はご注目、スリーパーホールドでロッキー旗がアンジェロ・モスカを捉えました。どうしてもこの怪物キングコングチームの動きに惑わされますね。もう一旦暴れだしたらこれ手がつけられないことが分かってるわけですからね、やはり場外乱闘の誘いに乗るというのは賢明でないですね。そうですね。なんと言いましてもリングサイドのこのブルーザーブロディは去年1年間だけで三冠王に返り咲きました。その中で一番ウエイトのを占めるタイトルは WWA 認定のヘビー級の選手権保持者であります。まあディック・ザ・ブルーザーも激しいにしていることでしょうね。まあ、本家ブルーザーがですね、その2代目のブルーザーにやられたわけですからね、はい、これはやっぱり悔しかったでしょうね。そうですね。それからこのインタータッグ選手権に前線したこのダブルキングコングチームでありますけれども、今年80年代も世界最強タッグ決定リーグ戦がクレにもし実現したらですね、ぜひ呼びたいチームですね。これはですね、またこのチーム参加しましたらね、はい、全くまた新しい構成になってきますしね、これは興味深いですね。本当ですね。それからまあ来たるべき3月に行われるチャンピオンカーニバルにでもできたらこのブルーザブロディ呼びたいですね。単独でですね、飛んだ、キングコングが飛びました。素晴らしいドロップキックです。当たりもいいですね。しかし的確なドロップキックですね。この大きな体をで空中戦、素晴らしいドロップキックを打ちました。そのブルーザーブロディ、このチャンピオンカーニバル戦でディフェンディングチャンピオンのブッチャー対ブロディなんていうのは本当に夢のカードなんですよね。これはアメリカでも全く見られないカードですからね。さあ両チームパートナーが変わりました。アンジェロ・モスコはここで登場。流血のタイガー戸口にもがきまして、エルボードロップを落としました。カバーで危ない。タイガー戸口頑張ります。80年のタイガー戸口、俺の変わったところを十分に見てもらいたいというふうに変わっておりますけれども、今日はしかしダブルキングコングチームのペースに惑わされまして、自分のいいところが見られません。さあこのキングコングブルーザーブロディがタイガー戸口を出てまいりました。そしてお客様の椅子の上におっぽり投げます。そして青い手中へ持ってきました。さあもう何しろ手当たり次第に目の前にありますものを、掴んで相手の攻撃目標にしたいというブルーザーブロディ。さあタイガー戸口の反撃、タイガー戸口が反撃。放送席はもうめちゃめちゃに壊れました。さあ大変な一戦を迎えております。アンジェル・モスカとロッキー・ハタは椅子で殴り合い。さあ今度はどちらの選手をご覧いただきましょうか。おっとこれは、ブルーザーブロディとタイガー戸口、椅子での攻撃です。椅子でめった打ち、大変だ、椅子でめった打ち。そしてストンピングストンピングストンピング、パックリ切れております。タイムが来ましてストンピングを打ちます。さあ大変な一戦になりました。さあおっと和田恭平レフィンが今どうやら本部席の原郡司リングアナウンサーに指示を出しまして、ゴングを打ち鳴らせというような指示をしました。和田恭平レフリーであります。さあしかしなかなか勝負をやめません。ダブルキングコングチームすごい暴れっぷり。あーっと止まらない。椅子でボディ溝打ちのあたりを突き刺しました。さらに流血がひどくなりました。タイムは戸口であります。さあブルーザーブロディとアンジェル・モスカは自分のコーナーに今戻りましたけれども、どうやら公式な判定は両者リングアウトというふうに出たようですね。両者リングアウトですね。そうですね、両者リングアウトというような公式などうやら判定が出たようです。さあしかしまだまだ試合終わりません。両チームであります。さあお客さんの方の動きが非常に賑やかになってまいりました。泉市体育館、非常に大きな体育館なんですけれども、この広い体育館全部を使おうというブルーザーブロディ、そしてアンジェロ・モスカ組でございます。日本だけではなくて竹内さん、このブルーザーブロディの80年代の動きというのはアメリカのこの記録あたりも十分に警戒しなくてはなりませんね。これは全米の各団体がですね、はい、最も恐れている選手でしょうね。そうでしょうね。何しろたった1年間で三冠王に1回、輝きましたこのブルーザーブロディ。80年代の NWA の世界最高峰の座の最先端にいるというような情報も聞かれます、このブルーザーブロディです。さあ試合オフの方が両者リングアウトで決着がつきませんでしたので、怒りを表しますブルーザーブロディ。本当に軽くこの椅子を持ち上げました。椅子が本当におもちゃの椅子のように見られます。椅子が非常に小さく見られます。
鹿島田勝負をやめません。勝負の方法ははっきりと両者リングアウトで決着がつきません。両者リングアウトの引き分けということになりましたが、また椅子を掴んでもう縦横無尽の暴れっぷり。タイガー戸口がもう真っ赤な顔面、額がパックリ湧いています。コワゴワ逃げ回ります。この仙台のお客様でございます。本当に凄まじい暴れっぷり。ブルーザーブロディどうですか、 WWA 認定のヘビー級の選手権も当分は保持しそうな気配ですね。今の勢いではですね、本家ブルーザーを持ってもちょっとこの奪回は難しいでしょうね。そうですね、まあ、アメリカでは80年代はリック・フレア、リッキー・スティンボートと並びまして最も NWA 世界最高峰に近いという噂のこのブルーザーブロディですけれども、このお正月のシリーズで本当に大暴れであります。今年のこのブルーザーブロディのアメリカでの動きあたりには本当に注目しなくてはなりません。馬場選手もそれからジャンボ鶴田選手もそういう風に言っておりました。まさに80年代の恐るべき男と言えそうですね。これは本当80年代の台風の目ですね。そうですね、ロッキー畑タイガー戸口組対ブルーザーブロディアンジェラ・モスカ組の対決は両者リングアウトに終わりました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は宮城県泉市体育館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。今日は新春第1弾のインタータッグ選手権に薄氷の防衛戦を果たしました馬場鶴田組対ロビンソンマンテル組の対決を迎えました。まずビル・ロビンソンダッチ・マンテル組の登場でございます。一段とパワーアップいたしましたロビンソンが新鋭のダッチ・マンテルをパートナーにした新しいチームであります。果たしてベテランと新鋭の呼吸が問題なんですけれども、果たして若いダッチ・マンテルをビル・ロビンソンがどういう風に使いますか。さあその先頭がビル・ロビンソンであります。人間福祉者の元祖、東北にやってまいりましたも、いや日本列島を横断いたしましてもサーキットに参りましてもどこの感じでも大変な人気でありますビル・ロビンソン、ただいま登場。後ろにはダッチ・マンテルが控えています。さあそして反対側のコーナーからはジャイアントのバンガンボックスの入場でございます。各選手権者チーム、お正月に初防衛に成功したばかりであります。しかしただいまご覧いただきましたようにブロディ・モスカ組の嵐のような攻撃に非常に手を焼きながら防衛に成功いたしました。ジャイアント馬場ジャンボ鶴田組、チャンピオンチームの選手権試合には負けないというしたたかさを十分に発揮しております。しかし今年も非常に今後苦しい防衛戦が控えています。馬場鶴田組です。試合に先立ちまして両チームそしてレフリーに日本テレビからの花束贈呈でございます。これより両チームの紹介が行われます。まずダッチマンテルです。非常に軽量ですけれども、タグマッチは非常にうまいダッチマンテル。そしてひときわ大きな拍手声援、人間風車の元祖ビル・ロビンソン。そしてこの世界に伸びるか、期待のかかるジャンボ鶴田。79年の最後の選手賞、第55代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、馬場であります。さて竹内さん、はい、この対決なんですけどまず外人チームなんですが、リーダーシップを取りますビル・ロビンソンはどちらかというとシングルプレイヤーですよね。まあ、しかしですね、これだけのキャリアのある選手ですからね、ましてダッチマンテルというのはそのタッグの名手と言われている選手ですしね、これは非常にチームとしてはですね、過去の戦歴は大したものはないですけどもね、そのチームとしての価値はかなり面白いものがあると思いますね。あ、そうですか。このビル・ロビンソンは78年の世界最強タッグにも参加いたしましたけれども、あまりいわゆる冴えがなかったような感じがいたしますが、今夜のパートナー若手の今最初に飛び出してまいりました。このダッチマンテルはニューアウトローズの片割れというふうに言われておりまして小兵なんですけれども、なかなかタッグチームとしてはタッグワークとしては上手い選手というふうに聞いてますね。これ一見しますとね、なんかワイルドファイターのような気がするんですけどね、非常にテクニシャンですよね。はい、そうですね。かつてはこのダッチマンテルはミズーリー関西地区のいわゆるこれは大きなタイトルなんですけれども、セントラルタッグ選手権を保持していたことがあります、このダッチマンテルです。さあインタータッグ選手権者チームの方はジャンボ鶴田が先に登場してまいりました。
あまり力のありませんこのダッチマンで、おーっと吹っ飛びました。すごいパワーです。ジャンボ鶴田です。今見事に肩から当たりますタックルを見舞いました。このジャンボ鶴田です。それにしましてもお正月の第1弾のタイトルマッチ、危ない、本当にいい白氷の防衛だったですね。まさに本当に綱渡り防衛という形容がぴったりの防衛だったですね。そうですね。まあ、今年もこのインタータッグ選手権保持者は世界のまあ強者、世界の強いタッグチームから狙われると思うんですけれども、今年の今後を占ってみていかがですか。まあですね、はい、第1回の今年最初の防衛戦を見た限りにおいてはですね、また今年もですね、かなり苦しい防衛戦が続きそうですね。なるほどね。それとおそらくですね、次のエキサイトシリーズですか、はい、それではそのラリーとジョニーのバリアントブラザーズですね、はい、このあたりがおそらくインタータッグに挑戦してくるんじゃないかと思うんですよ。ああ、そうですか。なるほどね。さあ、リング上です。外人チームはリーダーシップの、ビル・ロビンソンが今登場してまいりました。ロビンソンは、おっと今映っておりますのは温帯のジャイアント馬場選手であります。ロビンソンは今回で18回目の来日を数えますが、これはあのアブドラド・ブッチャーの23回の来日に次いで多い来日回数ですね。それでもなおかつ根強い人気ですよね。そうですね。いかに今日本のレスリングファンのハートを捉えているかを物語っております。18回目の来日であります。非常に何度来日しても新鮮な感じがしますね。本当この選手はその来るたびにですね、そのリングに上がった瞬間なんかフレッシュなムードをですね、見る人に感じさせますね。そうですね。ジャンボ鶴田との一騎打ちになりました。グランドでの展開にも連れ込みました。ビル・ロビンソンとジャンボ鶴田、まあ、この本当にこのビル・ロビンソンのレスラーとしてのいわゆるまあ心構えには打たれるものがありますけれども、まあ、常に減量に気を配りましてね、現在のウエイトは118キロなんですけれども、この巡業に出ましてもまず着いたところで探すのはサウナ風呂ですね。そうですね、まあ、それがですねこんだけ長い間人気を保った秘密とも言えますね。本当ですね。そしてまあ試合前の1時間ぐらい前には必ずこの体育館にやってまいりまして、うさぎ跳びなど非常に準備運動に1時間以上もかけます。自分の体を非常に大事にするビル・ロビンソンです。まあ、技の大きさ、シャープさ、いろんなまあ人気の秘密があるんですけれども、なんと言いましてもこの選手は、フェアな試合態度が日本のファンに喜ばれているようですね。それとですね、はい、やはりどんなタイプの選手と戦う場合でもですね、必ず自分のそのファイトの内容は崩さないですよね、はい、そうですね。その意固地なまでのその態度がですね、はい、かなり好感持てますね。そうですね。45分の一本勝負を迎えておりますリング上でございます。やはりこのビル・ロビンソンのデビューとなりましたイギリスの名門ですか、ビリー・ライレージムで培ったレスリング、それからまたカール・ゴッチから教わったという、まあ、レスリングの原点を非常に大事にしているビル・ロビンソンと言えそうですね。それが基盤になっているからですね、はい、こういうタイプのですね非常に安定した形の実力ファイターという形になってくるわけですね。そうですね。さあ、ジャンボ鶴田との一騎打ちになりました。グランドでの展開、首を捉えられておりますビル・ロビンソン、首をがっちり両方の膝のあたりで支えておりますジャンボ鶴田です。さあ、激しい息遣いが皆様のお耳にも達しているかと思われます。レフリーの城樋口さん、さあ腰のバネ、首の強さを見せるところです。逃れましたビル・ロビンソン、今日は目の覚めるようなライトブルーのトランクスを身につけましたビル・ロビンソンです。さあ、そして温帯のジャイアント馬場との一騎打ちです。馬場にも声援がかかります。武井さんね、去年の暮れあたりから非常に私感じているんですけれども、このジャイアント馬場選手が第55代の NWA の世界ヘビー級のチャンピオンの座についてから、ずっと去年の暮れの世界最強タッグの時もそうだったんですが、拍手が非常に大きくなりましたね。やはりですね、この辺に馬場選手の根強いですね、はい、その全国のファンのその期待がかかっていると思いますね。本当なんですね。本当に日本のプロレスさんはよく知っております。さあ、ビル・ロビンソンとの一騎打ち、かつてはもうシングルマッチで何度も戦いました相手同士、相手の裏の裏まで知り尽くしております。頭を打ちに行きました。おっと、指が45度に曲がりました。だんだん色が変わってまいります。世界のジャイアント馬場、左の腕を捉えられました。指への攻撃、それから腕への攻撃です。上半身を攻め込んでおります。今夜のビル・ロビンソン、192センチ、118キロ、118キロはビル・ロビンソンのベストウェイトです。うまいディフェンス、
冷静ですね、竹内さん。完全に馬場選手の 裏を読んでますよね。ジャイアンチョップを打つことができません。世界のジャイアント馬場です。バックを取られました。この馬場選手もビル・ロビンソンのいわゆるレスリングへの集中心というんでしょうか、熱心さというんでしょうか、そういったものには非常に頭を下げております。若手の選手あたりにも、ビル・ロビンソンのように強くなっても練習をやれというふうに発破をかけてますね。これはいい教訓ですね、はい、教訓ですね。この体の移動独特です。あっと得意のリズムを取ります。そしてエルボースマッシュ、ダブルチョップ、エルボースマッシュ、この連携プレー素晴らしい。ボクシングでいうジャブみたいなものをこのビル・ロビンソンはよく使いますでしょ。そう、非常に至近距離からパッパと決めるんですね。そうなんですね。セコンドによりますダッチマンテルがファイトビリーというふうに声をかけました。ここで温帯のジャイアント馬場からジャンボ鶴田につながれました。手4つの体勢、さあ体を入れ替えます。実にこのプロレスの芸術を見ているような本当に技のキレ、素晴らしいものがあります。ビル・ロビンソン、ダッチマンテルがここで登場。体が小さい、どちらかと言いますとヘビー級よりもジュニアヘビーの選手といった方がよろしいですね。そうですね、はい、まあ、あと10キロあったらですね、この選手もっと対戦するでしょうね。そうですね、現在105キロのウエイトであります。ダッチマンテルです。ジャンボ鶴田との一騎打ちなんですが、ジャンボ鶴田といわゆる接近いたしますと体の大きさが違います。ここで再びビル・ロビンソンに渡しました。エルボースマッシュ通します。相手を倒したところで、いいところでダッチマンテルに渡します。ダッチマンテルがピンフォールの体勢、ジャンボ鶴田が返しました。そしてバックを取ります。何を持っていくか、アートリックドラップ前に取りました。膝にがっちりと腰骨のあたりを打ちつけました。そしてエルボードロップを一発打っておいてピンフォールの体勢、しかしすかさず返します。今年のジャンボ鶴田を竹内さんはどういうふうにご覧になりますか。まあですね、去年は割とジャンボにとっては試練の1年だったと思うんですね、はい、そういう面で今年はですね、春のチャンピオンカーニバルを大きなステップ台にしてですね、ぜひともその夏から秋にかけて NWA の挑戦すべて出しですね、はい、これを大きな目標にしてほしいですね。プロレス大賞も一つも候補にも ならなかったですからね。これはやっぱりジャンボ自身にとっても大きなショックだったと思いますね。本当ですね。ビル・ロビンソンとの一騎打ちを迎えました。いいポジションを取りますジャンボ鶴田です。まあ、前半の目標ターゲットを絞るとしたら、まあ、チャンピオンカーニバル、去年は決勝まで進出して惜しくも優勝を逃しました。今年はもうぜひ優勝したいんだということを言っておりました。それから、まあ、できたら AWA 世界ヘビー級チャンピオンニック・ボック・ウィンクルへの挑戦ですね。これはまあ勝負には勝ってるわけですからね。当然敵陣に乗り込んでですね、挑戦しなければならないと思うんですけども、はい、そうですね、そういう関門を突破しても挑戦は果たしてほしいですね。日本が無理なら AWA ゾーンへも乗り込んで、何としても AWA のタイトルをつかみたいというふうに言っております。果たしてこの上半期あるいは80年代で本当に世界へ飛べるかどうか、ジャンボ鶴田です。パンチで返します鶴田。非常にまあ竹内さんね、高度な技術も持っているし、ファイティングスピリットもトップクラスのジャンボ鶴田ですけれども、今一つ足りない点というのは何なんでしょう。これがですね、私自身にもはっきりとしたものがつかめないんですよね、はいはい、テクニックも申し分ないですし、スピードももちろんですね、スタミナも十分ですよね、はい、しかし何かもう一つ足りないものがあるんですよね。そうですね、なかなか私どもこう放送してて何が足りないのかと言われるとはっきりと分かりませんがね。本当言って出てくるものがないんですよね、まあ、ジャイアント馬場選手あたりに聞きますと、いわゆる最後の爪が今一つだということも時折このジャイアント馬場選手言っておりますがね。その爪の問題もですね、はい、特徴としてジャンボはその非常に巧妙な爪を見せる時もあるわけですよね。あ、なるほどね。79年の世界最強タッグ決定リーグ戦にも優勝を逃しました。
インタータグ選手権保持者であります。それからマスカラス2の竹内さんにぜひお聞きしたいんですけれども、マスカラスブラザースの新春のマットはどこだったんですか？当然地元のメキシコでですね、もう早くも試合に入ってますね。試合に入ってますか。で、兄貴のマスカラスはですね、はい、例のエルカネックですね、これと去年から構想が続いてるんですけども、これがそのままですね、今年に入ってもその2人の構想が続いてるようですね。あ、そうですか、わかりました。まあ、どうやらこのマスカラスブラザースの弟の方のドスカラス選手は次期シリーズに来日が予定されているようですね。それもですね、はい、今度の場合は、まあ、兄貴が日本組に入りましたんでね、はい、弟のドスカラスも日本組に加わるというような話も伝わってますね。ああ、そうですか。さあ、2プラトンの攻撃に出ました日本チームです。ビル・ロビンソンをジャンボ鶴田に預けてジャンピング2パット、頭を振って前から倒れる、いい当たりを見せましたジャンボ鶴田です。抱き起こしてエルボースマッシュ、しかし今度は反対、おっとおっと、人間風車の元祖が見せた、ダブラムスープレックス。どうですか今の切れ味は。ちょっと動きの円が小さかったような気がしますね。ああ、そうですか。ちょっと右サイドに崩れ落ちたというような感じがしますね。そうですね、はい、完全ではありません。ショルダーネックブリーカードラップ、さあダッチマンテルが飛んでいく、空中殺法2パットを見せました、フライング2パット、おっと自滅、ジャンボ鶴田の非常にいいタイミングよく見ておりました。さあ、ここで勝負に勝つためには体の小さい小兵ダッチマンテルを捉えなくてはなりません。ジャンボ鶴田の動き、さあボストンクラブで持っていく、ボストンクラブで持っていたジャイアントボブがここで飛び出す、さあギブアップか、ギブアップか、ギブアップか、ギブアップだ、どうやらギブアップ。最後のとどめになりましたのはボストンクラブです。ボストンクラブで決めましたジャンボ鶴田、ウェイトの狩りダッチメントリを見事に捉えまして背骨のあたりからグイ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 締め付けました。たまらずダッチマンテルはギブアップ。さすがにインタータグ選手権保持者、非常にうまい連携プレーを見せました。勝ち方としてはいかがですか。あの馬場選手のですね、はい、チャンスと見た時の好リードはやはり光るものがありますね。なるほどね。さすがにまあ体の小さいだけに最初からどうやら、ターゲットを絞ったような感じがいたします。ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田組、見事にダッチマンテルからピンフォールを奪いまして1対0、勝負はつきました。45分の一本勝負、馬場鶴田組がビル・ロビンソン、ダッチマンテルのチームを打ち破った試合でございます。さて、新春ジャイアントシリーズの締めくくりは新春特別ヘビー級バトルロイヤルでお楽しみをいただきたいと思います。テレビジョンの方でバトルロイヤルをお届けするのは今年初めてでございます。どうぞ一つお茶の間のファンの皆様は好きな選手に盛大なご声援をお願いしたいと思います。早速出場の13選手をご紹介してまいりましょう。まず日本側の選手がどうやら先に登場してまいりました。バトルロイヤルには優勝経験のない世界のジャイアント馬場、それから80年代は俺の年というジャンボ鶴田、そして80年にかける野生の虎タイガー戸口、恵まれた体をどう使うかロッキー畑、故障ながら今年こそタイトルをという天竜、そして常に呼吸はぴったりアジアタッグ選手権保持者グレート戸塚大熊元氏。日本チームは7選手が登場しております。そして外人チームは今やってまいりましたクルーザー・ブロディ、そしてビル・ロビンソン、アンジェロ・モスカ、ビル・アーウィン、ジェリー・ノバック、ダッチ・マンテル、以上13選手出場によりますいわゆる夢の新春バトルロイヤルでございます。今全選手がどうやら勢ぞろいしたようです。レフリーはジョー・樋口さんがこの大男の13選手の試合ぶりを見ます。さあ、今ゴングが鳴りました。リング上の総重量は1553キロ、まさにスーパーヘビー級であります。新春特別のバトルロイヤルです。さあ、竹内さん、いよいよ試合が始まりましたけれども、本当にこれだけの選手がいますとリングは狭くなりますね。もうどこを見ていいのか分からない気がするね。本当ですね。ま、バトルロイヤルはいわゆる強いものが勝つとは限りません。現にリング上の世界のジャイアント馬場選手あたりはこのバトルロイヤルで優勝したことがないというふうに言ってますからね。そもそも実力のある選手が逆に一番狙われるというわけですからね。そういうわけですね。しかし、まあ、この中で一番バトルロイヤルで勝率のいいのはご存知のビル・ロビンソンであります。ビル・ロビンソンだけは別格でありまして、正月の2日の100万円の争奪戦におきましても、優勝しております。それから53年の12月に行われました4000ドルを争いますバトルロイヤルにおきましても、ブッチャー大木らを相手に回しまして堂々優勝を果たしましたビル・ロビンソンです。それから竹内さん、日本の選手の中では
バトルロイヤルズで勝率のいいのはグレート小鹿選手あたりはなかなか勝率がいいですね。それは非常にうまく立ち回りますんでね、勝率が高いですね。はい、それからこのいわゆるまあバトルロイヤルの場合にはシリーズの総決算というような意味も含めておりまして、いわゆるまあシリーズの叩き役が全選手から狙われる倒産が非常に多いんですけれども、そういった意味では竹内さん、ブルーザーブロディあたりは的になるでしょうね。ブロディもしくは当然第一目標でしょうね。そうでしょうね。さあブルーザーブロディとビル・ロビンソンがやり合っています。左のコーナーであります、ブルーザーブロディです。なおこの新春のバトルロイヤル優勝選手には NTB 杯が贈られます。そして副賞は100万円です。これは先週やる気出ますね。これはその賞金だけでもファイトが思いますよね。本当ですね。まだ一人の脱落者もおりません。さあどの選手を追いかけてまいりましょうか。優勝経験のないジャイアント馬場選手あたりは今、これはアンジェロ・モスカーを背中越しに攻めています。それから髪の毛を振り乱しましたブルーザーブロディ、これはジャイアント馬場がアンジェロ・モスカーに今水平打ちを打ったところであります。それからウィル・アーウィンあたりは今大熊元氏あたりを狙っています。それからリング上ではネックハンギング、リングの中央ジェリーノバックがロッキー旗にネックハンギング、背中越しに助けに出ましたジャイアント馬場選手。それからジャンボ鶴田あたりも今チョップで返しました。おっと脳天からだけありをビル・アーウィンに見せました。世界のジャイアント馬場であります。まあ控え室で笑っておりましたけれども、ジャイアント馬場選手たまにはこのバトルロイヤルでも優勝したいなということをね語ってましたがね。これはやっぱり馬場選手はね実況者で目立ちますんでね、多少難しくなりますね。あーなるほどね。だからいわゆるこの小回りの効く選手がなかなか勝率がいいようですね。とにかく第一条件は絶対目立ってはダメということで、目立ってはダメ、動きが目立ちますとねどうしても目標にされますんでね。あーなるほどね。それからまあ今のところ13選手はリングの中におりますけれども、時折リングの外から見守っている選手もいますからね。まあ、レフリーがそこまでチェックできないんで、その巧みにブラインドをついて休んでるわけですよね。はい、さあおっとビル・ロビンソン、あっと16番ジャイアント馬場の16番にかわされました。よたよたとロープサイドに倒れますビル・ロビンソンです。そしてあやはり世界のジャイアント馬場は2人の目標になります。2人の目標になります。ビル・アーウィンとそれからダッチ・マントルが2人がかりで世界のジャイアント馬場に2プラトンで攻撃を仕掛けています。大きなモーションから溝打ちあたりをパンチを打ちますビル・アーウィンであります。さあ今度はジェリー・ノバックが2人がかりで天竜とそれからジャンボ・鶴田組に捕まりました。手前側の画面です。本当にこれだけのスーパーヘビー級の13選手がリングの中に入りますと本当にどの選手を見ていいか分かりません。ジャイアント馬場の16番がジェリーのバックに、そしてあと最初にジェリーのバックがどうやらカウント3となりました。1人退場であります。さすがにすごい世界のジャイアント馬場の16番、あれを打たれてはたまりません。ジェリーのバックが第一犠牲者になりました。残りは12選手です。日本選手あたりはギラギラとした目でこのブルーザーブロディを見ていますがね、しかしなかなか近寄れませんね。迂闊に飛び込めば殺されますんでね、これやっぱり迂闊には飛び込めないんですよね。そうですね。さあ今夜の試合で流血いたしましたタイガー・トルジあたりも元気に回復してこのブルーザーブロディに突進いたします。さっきの敵討ちですが、今度は大熊選手が捕まっています。カウント3が入りました。大熊選手が一番下下敷きにされました。アジアタックのパートナーグレート小鹿選手あたりの助っ人もどうやらなかったようです。まあ、バトルロイヤルになりますと全選手が一人一人敵ですからね。まあ、相手のことはこれ構ってられないというこの試合のルールですからね。そうですね。先ほど流血させられましたタイガー戸口が再びブルーザーブロディに捕まりました。さあおーっとブルーザーブロディが下敷きだ。そのままレスリングレスラーレスラーの山レスラーの山でブルーザーブロディ捕まりました。から大いに暴れまくりましたブルーザーブロディ、しかし100万円の賞金がかかりました。もうバトルロイヤルでは優勝しました。3番目に退場でありますブルーザーブロディが退場いたしました。しかしなかなか簡単には控えずに竹内さんも動かないでしょうね。そうですね。リングの外からあるいはちょっかいを出すかもしれません。リングの中は残り9選手10選手になりました。13選手のうち3人が退場、ブルーザーブロディ、ジェリーノバック、大熊元氏が退場しています。果たして最後まで残るのはどの選手でしょうか。さあ今度は
これはビル・アーウィンが今捉えられましたけれども、脚力で返しました。ジャイアント馬場の動きにも一つご注目を願いたいと思います。今ビル・ロビンソンがちょっと注文をつけました。世界のジャイアント馬場とビル・ロビンソンが、ビル・ロビンソンが背中から行きます。ジャイアント馬場をロープに押し付けた。エルゴーバット、ヘッドバット、ヘッドバットを背中に打ちます。今度はアンジェル・モスコがこれに加わりました。誰がかりで何しろ目立つジャイアント馬場選手を退場させようという作戦に出ましたか。おっと、ワンハンドバックフリーか、ワンハンドバックフリーか。あ、ジャイアント馬場が捕まった。レスラーの山がまた一度もできました。ジャイアント馬場4番目に退場であります。またしても優勝を逸しました世界の馬場です。まあ、不思議ですね。実力ナンバーワンの馬場がバトルロイヤルで優勝したことがないんですからね。まあ、しかしこれだけの選手に集中攻撃を受けたらですね、いかに世界のジャイアント馬場選手といえどもですね、はい、ちょっと優勝は難しいですよね。なるほどね。残り選手は9選手になりました。ジャイアン日本チームはジャイアント馬場とそれから大桑元志の2人がいなくなりました。宮城県の和泉市体育館のリング場であります。非常にお客さんも喜んでおります。新春特別のバトルロイヤル、スーパーヘビー級のバトルロイヤルであります。タイガー当時あたりが非常に威勢がいいですね。それに何とかもそういうこと目立ってませんでね、これはちょっとダークホースになりそうですね。そうですね。まあ、試合では流血させられましたので、この副賞100万円を何としてももぎ取ろうというそういう気持ちでありましょうか。あー、このビル・ロビンソンがうまい。天竜選手をエルボーバックで突き放しました。さあ、外人選手の中では大物ビル・ロビンソンがまだ残っています。それからもう一人のキングコング、アンジェロ・モスカもいますね。モスカはですね、相当狙ってますんで、そろそろ狙われそうな気がしますね。なるほどね。それから日本チームの中ではジャンボ・鶴田がまだ残っています。それから流血のタイガー・戸口も残っています。どうやらビル・アーウィンをタイの選手が捉えました。タイガー・戸口とジャンボ・鶴田が2人がかりでビル・アーウィンをめった打ちしています。めった打ちしています。反対側のコーナーではグレート・コジカとロッキー・ハトがアンジェロ・モスカに集中攻撃。さあ、非常に忙しい目まぐるしい攻防になってまいりました。新春特別のバトルロイヤルです。アンジェロ・モスカすごい形相でロッキー・ハトを睨みつけました。さあ、残り選手は9選手ですが、ジャイアント・馬場選手あたりも隙を伺っています。リングの外のしのしと歩き回りまして、どうやら日本選手に加勢をするような気配ですね。そんな感じしますね。そんな感じしますね。あと、ジャンボ・ツルトがまだ元気いっぱい。ダッチバンテルを軽く突き上げました。ちょっと動きが止まりました。13選手によりますバトルロイヤル、残りは9選手であります。果たして最後に日本テレビ杯を取るのはどの選手になりますか。さあ、お、ジェリー・ヤップとアンジェロ・モスカが的だ。アンジェロ・モスカが的が、さあ、3人の選手が襲いかかる。ロッキー・ハタが、タイガー・トグチが、天竜が、しかしビル・アーウィンが先頭に行きました。ジャンボ・ツルタも倒されています。ビル・ロビンソンはどうですか。ビル・ロビンソンは今のところですね、あ、サイドスープレックス、仕掛けたのはジャンボ・ツルタ。ジャンボ・ツルタがビル・ロビンソンに、今度は反対にサイドスープレックスの応酬、見せ場を作りましたが、おっと、2人の選手がのしかかられました。さあ、どうだ、これはどっちにカウントが入ったのか、どっちでしょうかね。ダブルですね。ダブルですか。ダブルカウントですね。ダブルカウント、2人の選手が一瞬にして3カウント。ビル・ロビンソン、ジャンボ・ツルタいなくなりました。大物が消えていきました。ロビンソンね、あとは今度モスカですね。注目は、残りは7選手です。天竜とロッキー・ハタ、おっと、回転エビ固め、これは決まるのか。ロッキー・ハタにタイガー・トウチがキックを浴びせました。アンジェロ・モスカが残っています。リングの中央、力が入ります。アンジェロ・モスカ、ショルダーバスターで持っていきました。そのまま、またしてもレスラーの山、逆エビ固めに捉えています。お、両方のエビ固めに捉えています。これはギブアップですね。ギブアップですね。ギブアップですね。これは最終にしよう、タイガーがいてます。そしてロッキー・ハタがいなくなりました。上の選手は5選手です。これには頭にきました。アンジェロ・モスカ、リングの外のジャイアント・ボボタメが合いました。残りは5選手です。もう一度ご紹介しましょう。タイガー・トウチ、それから今外に放り出されましたダッチ・マンテル、ビル・アーウィンがいます。それから天竜もいます。天竜もいます。脳天に食い打ち、これはタイガー・トウチが打った。しかし打ったタイガー・トウチにみんなが重なります。
こういうことがあるんですね。味方も信じられないですね。タイガー当時ここで退場であります。残りは4選手です。いや、技を仕掛けた選手にのしかかるんですからね。残りは4選手になりました。日本選手で残っておりますのは元気いっぱいの天竜、それから試合巧者のグレート小鹿、それから外人選手はビル・アーウィンとダッチ・マンタル2人です。さあ、タグマッチのようなパターンになりました。グレート小鹿選手今リングの中央でありますが、ビル・アーウィンが正面を向いてダッチ・マンタルが飛び技ドロップキックを打ちました。そして外人選手が2人グレート小鹿にのしかかる。どうやらカウントが入りそう。カウント3、カウント3、グレート小鹿退場であります。残りは日本チームは天竜1人、外人選手は故障ダッチマンテルがまだ残っている、それから体の大きいビル・アーウィンも残っています。2対1じゃちょっと天竜不利ですね。まあですね、はい、あのマークの選手がチケットしてやらないとですね、ちょっとハンドクリション難しいですね。難しいですね。こわーツープラトンでどうしても抱え上げられてしまいます。そしてワイヤーロープに喉元攻め、喉攻め、ワイヤーロープの喉攻め、そしてどうしても外人は2人がかりで天竜、ああ、うまい、はい、タイミングだ。トップキックはビル・アウィンに、そのまま天竜が覆いかぶさる。カウントは入った。天竜うまいタイミング。さあ1対1の攻撃、ダッチマンテルと天竜、どちらが副賞の100万円をもらえますか。さあやる気満々であります。さあやる気満々、ダッチマンテルと天竜の一騎打ちになりました。体の大きさがほぼ同じくらいですからね。これはいい勝負になりそうですね。これは一進体ちょっと分かんないですね。一進体の攻防になりそうです。大きくロープに振る。さあタイミングを外す。あー、フラングエルボーバット決まるか。天竜か、天竜か、天竜優勝だ。天竜が優勝であります。いやいや面白かったですね。竹内さん、男を挙げましたね。天竜堂々の優勝であります。テレビジョンの方で初めて今年お送りした新春特別のバトルロイヤル優勝の NTB 杯は天竜源一郎に贈られます。堂々の優勝であります。天竜源一郎、最後小兵同士の対決になったのが良かったですね。しかもですね、はい、ああなっても非常に冷静に相手の動き読んでましたよね。そうですね。続きまして副賞の100万円が今天竜選手に贈られたところであります。非常にいい動きを見せました。天竜がスーパーヘビー級を相手にいたしまして13選手の中でただ1人勝ち残りまして堂々の優勝でございます。今夜は宮城県の和泉市体育館からお送りいたしましたけれども、来週は新しいシリーズの開幕戦でございます。ディック・マードック、ドスカラス、それから東若又の来日が予定されております。ゴング編集長の竹内さん、今夜はどうもありがとうございました。どうも。それではこの辺で宮城県の和泉市体育館からお別れをいたします。全国のプロレスさんの皆様、ごきげんよう、さようなら。キラー東若又、何をしようというんでしょうか。静かな立ち上がりであります。ドリーハンクジュニアがコーナーに背を向けました。さあ綺麗に分かれますか。東若又が、あっと地獄突きを見せました。地獄突きの連発であります。キラー東若又の、おっとっとっと、決まりました。右足にスプリングトーホールド2回転、変化の報道であります。お父さんのドリーファンクシニア直伝のスプリングトーホールド3回転目に地獄突きが決まりました。ジュニアの鉄槌が下ります。キラー東若又の左の輝かきがものすごい戦術です。超樋口にも地獄突きを見せました。全日本プロレスの次期エキサイトシリーズにブッチャー軍団の一員流血大王キラー東若又が参加。開幕戦の沖縄大会でジャイアント馬場の PWF タイトルに再び挑戦。 NWA のタイトルコンテンダー実力派ビッグマードック、23日の鹿児島大会ではジャンボ鶴田の UN タイトルに挑戦。また過去3回の来日で数々の空中殺法を披露。日本のちびっこファンを魅了したミル・マスカラスの弟ドスカラスが今回は日本人サイドとして来日。ジャンボ鶴田との変態飛行は今から話題がいっぱい。この他ベテランファイター旋風仮面カリプスハリケーン、
ニューヨークの黄金コンビジョニーとラリーのバリアントブラザーズ。26日の人吉大会では大熊小鹿のアジアタッグに挑戦。ドスカラスを追ってメキシコから来日、ドクトルワグナー、ヤングパワーリック・マーテルらが参加。全日本プロレスの次期エキサイトシリーズ、どうぞお楽しみに。いよいよ2月14日沖縄の PWF 選手権で開幕するエキサイトシリーズ。15日は那覇、16日名護と沖縄を転戦。22日は宮崎県国富、23日鹿児島、27日大村と鶴谷試練の UN 選手権。来週はエキサイトシリーズ開幕戦より馬場対蒲田の PWF 戦と鶴田ドスカラスが組んだタッグマッチをお送りします。